はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もガチマッチやっていくんですけども、本日はね、少し前にも使ったんですけども、ロングブラスター使ってね、やっていこうかなということで、一応ね簡単にギアだけお見せしておきます。こんな感じでね、ちょっとまあサブインク盛り気味で 1.3 持ってみたいな感じで、ロングブラスターを持ってやっていこうかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。さあ、ということでスメッシュワールド1戦目ガチャグラやっていきましょう。一応ね、今日寿司コラの動画撮る予定だったんですけども、まあせっかくね、ガチャグラ来てるんで、ロングブラスター結構使いやすい環境なんでね、ロングブラスター取っていこうかなということで頑張っていきましょう。あ、こっちから来ちゃった。まあいっか、こっちで初動どっちから行こうか迷ってたんだよね今回。いや、どっから行くのがやりやすいかなと思って。よいしょ、 OK、 チョック入った。ブラスターはね結構なんか使ってて楽しい時多いですね。まあ普段シューターばっかなんでね、シューター以外なんか使えなくてさ、シューターばっかではあるの。やっべ、いやー、ごめんごめんごめん。まあ特に防衛面で強いですよねブラスターは。守りやすいというかね。さあ、第一関門敵来たけど、もう一発かな。 OK、 ここきっちり処理できた。ナイス。そっちいる？いないか。ここは雨溜めてった方がいいか。なんかいるよ。 OK、 じゃあ雨流します。あ、乗ってくれる、ありがとう。けどちょっと待って、俺も関門のとこだけ乗るか。ナイスナイスナイス。今アシスト入ったわ。やっぱ、いやー、ナイス着地。さあ、ただあー、でもそっか、相手関門結構進めてんのか。なるほどな。ちょ、この人のところ飛んで、よっしゃ行くぞ。矢倉今乗ってないね。そこに吸盤入れて、これチラッと乗ってもいいかな。あ、待って、今まずい、今まずいわ。よいしょ、危ない。いやー、マジで届く。意外と寿司射程あるんですよね意外とあるんですよね。数値でいうところ50あるんで、意外とね大丈夫かなって思ったところ当ててくるんですよね。おっかないことに。まずいまずい、あっぶね。 OK、 いやー、マジかー。そこにもいたか。 H3 リルガンよく当ててくるな。俺もねたまにこう使いたくなって H3 リルガン無理やり持ってくんですけど、まあメインでね、あのインク当たんないんで、全く結局ね、何キルかするんですけどほぼ全部あのサブの9番ボムのキルっていうね、ほんとそんな状態になりますからね。取り扱い注意で、あの武器。さて、味方が乗ってくれてるんで、せめてこっちだけでも。あ、下降りた。 OK、 でここで雨降らす。俺ちょっとここで見といてあげようかな、周りちょっと塗り広げつつ、こっちとか行ってあげる。やっべ、今直じゃない、今入ったと思ったんだけど。あ、上上がったな、上上がったな。 OK、 1枚やったよ、1枚やったよ。待って待って、ここは抑えよう。これいける。まずい。 OK、 直入れた。よいしょよいしょ。 OK、 もう1枚入れた。これで雨降らしてちょっと時間稼げるかな、味方来るまで。 OKOKOK、 ナイスナイスナイス。待って、プレッサーがやばい、プレッサーがやばい。今回はもうサポートに徹するよ、ゴリゴリ押すっていうよりも。あ、ちょ、買えない、やっぱジャンプすると当たんないジャンプ癖なんとかしろよっつってね。さて、現状ね、さっき少し運よく押し込めたので若干リードはしてるんですけど、相手もここね関門すぐ突破しちゃうと思うので、なんとか防衛の力を。 OK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 、 2枚抜いた2枚抜いた。やっぱ防衛は強いわ。さて、
そっちから行ってくれるから、俺こっち行ってここキープできたりしないかな。ここ取れてると結構戦いやすかったりするんですよね。うやべ、あヒデオくんのスクスロにボコられた。さあもう試合も最終盤、残り20秒。これは勝てるかな。あ待って、微妙なとこ飛んじゃった、間違えた。大丈夫、生きてる生きてる、ヒデオくん、オッケー、ナイスナイス味方、これやれるっしょ。やばいやばい、うんナイスお寿司。あ、いける、3、2、1、ナイスということで、1戦目ね、いや本当に活躍はしてないんですけども、まあ、S 隊のガチホコノックアウトまではいけなかったですけどね、まあ、なんとか勝つことができました。もう1戦がね、あもう1戦じゃない、もう1ステージがね、スメーシーとタチウオなんでね、できればスメーシーで戦っていきたいところであるんですけども、まあ、もう1戦頑張ってやっていきましょう。さあタチウオパーキング2戦目ガチャグラやっていきましょう。ここはね、第一関門を突破できるかどうかはね、かなり鍵になってくる、ステージですので、まあ、こっちのね、突破はもちろんのこと防ぎたいですね。ここまで突破されるとプレッシャーやばいから、本当に本当怖いから、このステージ。一発入った、オッケー、1枚、うぅ、あロボム今の、あ吸盤か、やっちゃったな。まあまあ1枚やれたんでまだいいでしょう。さて、奪われてんのか。いやこれは守りたいよ、きっちりこれ守れないと、やっべ、うわーマジか、矢倉の方に爆風一発いったんだけど、手前に一人来てたね、素晴らしい。あやばい、突破された、早いな、結構やばいかも。待って、とりあえず矢倉止めないとまずい。 OK 2枚やった、いやーマジか、やっぱ防衛でブラスターはほんと強いですね。この辺ってとこに打ってりゃいいですからね。 OK さあこっからきっちり体勢立て直して攻め込みましょう。一発入った今の、入ってないな、入ってる。さあここで雨投げて、さあカモン、俺前行こうか。あでも雨入ってっから結構楽か、ナイスナイス、あもう突破 OK、 こっちも突破したよ、苦労せずに突破しましたね、そこまで。 OK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 、 スライドで落ちてった一人、オッケー、クーゲルやって、ここもポンと、いやーそううまくはいかんな、いやー今迷っちゃった、下がるかどうするか。さあカウントリードは取れたので、あとはきっちり守っていきたいね。特に今回俺はブラスター使ってるんで守りたい。いやーマジか、直当てたんだけどな。9番かいいとこ投げてきますね。さて矢倉止まってる、あ動き出した、やべえなこれ、いや上取られちゃうとほんときつい。 OK2 枚やった、2枚、ん OK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 、 よし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 、ハップねー、そわそわした今、ちょっといいかい。さてあとはちょっともう一回貯めて OK で、どっかのタイミングで雨を攻め込むタイミングで投げたいんだけど、その前に俺死んじゃう恐れが非常にあるので投げちゃいます。 OK じゃあ俺こっちからちょっと圧力かけるか。あ矢倉が止まってんな、俺乗ります。さあ第一関門は突破できてるんで、ここで引っかかることはないでしょう。まずい、上にいる、突っ張ったりか、ナイス、ジェットパック、あ大丈夫これは耐えれる。どこだ、なんか下に1枚、
いるいるいる、オッケーオッケー、やった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 。第2関門突破。待って、これ雨、雨流す。あ、いける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 。オッケーということでね、ちょっとね、タチウオだったので、タチウオって結構ね、矢倉だと近距離で戦うことが、多くなってくるかなと個人的には思ってるんで、ちょっとねロング微妙かなとは思ったんですけども、まあノックアウトまで持っていけたので全然結果オーライでしょうということでね、多いですね、味方も頑張って、いやさ、もう相手もあっさりと関門突破してきたからちょっと焦っちゃいましたけど、まあなんとかそこできっちり止められたんでね、今回は、ガチャグラ2戦取ってったんですけども、いかがでしたでしょうか。おー、ちょうどスケジュール更新、危なかったねということで、本日はこの2戦で以上になります。ここまでご視聴ありがとうございます。この YouTube チャンネル、よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。生放送は普段オープンレックっていうところで行っておりますので、下の概要欄からフォローしていただいて遊びに来てみてください。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。